え、ほんまでっか。わかりました。世話になったな。ああ、待てや、桐生一馬さん。どうして俺の名前を。あんた1億円になってしもたわ。なんだと。懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな。1億とは随分安く見られたもんだな。まあ登場界先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。俺の首に懸賞金をかけたのは誰だ。知るか。やめろ。戦国組や。あの戦国のことか。そうや。まあ、あとは勝手にやっとくんなあれ。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。高田高島戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。どうして俺の首を。あんたは跡目争いのゴールなんや。俺が。そうか。ほな雀荘で桐生を仕留めることはできへんかったっちゅうこっちゃな。わかった。せっかくあの女デカの情報源を先取りして銭に困った情報屋連中を焚きつけたんですが。ないな素人。桐生の首は取れん。次の手打ちますか。まあええんや、少しは大阪で遊ばしたれや。せやけどこのままやったら合流会に遅れとります。あの若者に何ができるっちゅうね。所詮正面からドンパチやらかして無所行きがええとこや。あのキリっちゅうやつ絶対にカムロ町に戻る。そうなればあの若者も後を追うはずや。その前に。この10億、神室町にばらまいてこいや。わかりました。